シーメンスはドイツのバイエルンシューミュン編ンの企業。もともと電信、電車、電子機器の製造会社から発展し、現在では情報通信、電力関連、交通、医療、防衛、生産設備、加電製品等の分野で製造、およびシステムソリューション事業を幅広く手掛ける会社であるフランクフルト証券取引所上場企業。 2006年の連結売上高は873億ユーロ、連結純利益は303億ユーロ。1847年12月12日にベルナーフォン・ジーメンスによってベルリンに創業された電信機製造会社、ジーメンス・ウント・ハルスケに橋を発する。後にジーメンス・ハルスケ電車会社に発展し、世界で最初の電車を製造し、1881年に、 営業運転を開始した20世紀初頭ゼネラルエレクトリックを相手にアイグの支配権を争う格好となりアイグと関係を深めたかつてはリオティントが代表的な株主であったが現在はミューチュアルファンドのヴァンガードグループマイケル・カレンが2001年に立ち上げたソブリン・ウェルスファンドのニュージーランドスペランル・アチオンファンドである社名のドイツ語標準発音はジメートル・ NS であり カタカナ転写すれば、ジーメンス。より厳密には、ズイーメンスとなるが、日本法人は、シーメンスの表記を使用している。なお、ドイツ語圏南部では、チメートル NS、英語では、チメートル NZ と発音される。シーメンスモビリティも参照ベルリンのドイツ、技術博物館内で保存されている。世界初の電気鉄道車両シーメンスハルスクの電信機現在では、情報通信。 電力関連、交通、運輸、医療、防衛、生産設備、家電製品等の分野での製造及びシステムソリューション事業などでその名が知られており、特に鉄道車両の VVVF インバーターや MRI 装置、補聴器などで大きく市場を占有している。総合鉄道関連メーカーとしては、業界3位であったアドトランツがボンバルディア参加となったため、 シーメンスがボンバルディア、アルストムと並ぶビッグスリーの一つとなっており、世界の鉄道車両製造では約2割強のシェアを有する。アイグとの合弁会社クラフトベルクユニオンは西ドイツの原子炉についてほぼ全ての製造に関わった。2005年に携帯電話端末事業を中華民国の名はじめ電通に売却しているが、現在はベンキュシーメンスブランドで商品を発売するなど、 提携関係を継続している。また、日本法人が手掛けた医療搬送機器事業は2006年7月、新興電機に事業上と新興電機が自社の病院搬送システム事業と統合、S&S エンジニアリングを設立し事業継続している。2008年には、コンピュータ関連部門は事実上富士通に買収されている。2016年時点で、 もの,のインターネットにも注力しており、ドイツの政策でもあるインダストリー4.0にも参加している。IoT 分野向けに、シーメンスはデータ分析基盤、サイナリティックスを開発しつつ、IoT 分野における手動権獲得と自社企画の国際標準化を狙い、ドク SAP や米 IBM などの大手 IT 企業との提携を相次いで発表し、影響力を拡大させている。 2017年4月11日には鉄道事業においてボンバルディアとの統合を検討している。国際的展開は大部分がドイツ銀行を通して行われた。1861年、ドイツ外交施設が徳川将軍系シーメンス製電信機を検上し、ここに初めてシーメンス製品が日本に持ち込まれた。1887年にはシーメンス東京事務所が開設され、 以降、シーメンス社の製品は広く、日本に浸透することになる。19世紀の主な納入実績には、足尾銅山への電力輸送設備設置、九州鉄道へのモールス電信機据え付け、京都水理事務所など、多数の発電機供給、江ノ島電気鉄道株式会社への発電機を含む、電車制御機及び電車設備一式の供給、小石川の陸軍砲兵交渉への発電機供給、 などがある。1901年には、シーメンスーンと春助日本支社が創立された。その後も発電、通信設備を中心とした製品供給が続き、八幡製鉄所、小野田セメント伊勢電気鉄道、古川家日光発電所、祖木電機などへ発電設備を供給した。また、低新省へ電話関係機器の多量かつ連続的な供給を行った。 軍事関係では、陸軍へ、合計60センチシーメンス式単焦灯等、シーメンスレントゲン装置、各種無線電信機、海軍へ、無線装置、信号装置、操打制御装置等を納入した。1914年には、海軍省の注文で、千葉県船橋に80の100キロワットテレフン券式、無線電信局を建築したが、この無線電信局の納入をめぐるリベートが、 シーメンス事件として、正解を揺るがす事件に発展した。第一次世界大戦中は、日独が交戦状態に入ったため営業を停止したが、1920年頃から営業を再開した。1923年には、小賀電機工業と合弁して、富士電機製造株式会社を設立。1925年には、電話部門を富士電機に譲渡した。その後も、 日本全国の都市水道局へのシーメンス量水器の納入、停心省への東京大阪間電話ケーブルによる公衆旗重式搬送電話装置の供給などが続いた。関東大震災後にはシーメンスの電話交換機が各都市の館長、ビル、庁舎に多数設置された。1929年には大連停心局に軽量物搬送装置を供給。以降、 1936年に満州国電信電話会社がシーメンス式ベルトコンベアを採用するなど日本、台湾、満州の電信局、郵便局のほとんどがこの様式を採用することとなる。1931年には八幡市水道局にシーメンス製オゾン浄水装置が納入された。1932年には日本活動写真株式会社に 陶器設備40台を納入以降全国各地の映画館に陶器映写装置を販売することになる。1932年、上野帝国図書館は日本最初のシーメンス式自動書類副写機を採用した。1936年には大阪市にも採用された。満州事変以降、富士電機は単焦灯特殊電気機器。 船舶航空機材など軍需兵器関係の製作に力を入れることになり、シーメンスから専門技師を招致するなどして、シーメンス関連企業が設計製作を行っていたその種の装置の国産化に努めた。1938年頃からアルミニウム工場が日本国内、満州、朝鮮の各地に建設、増設されたが、シーメンス社はその設備、 資材供給で多忙を極めることとなった。発電設備関係では、1939年、満州国各地、黄力降水電化部式会社などに、相次いで大型発電設備を供給した。1941年、ドイツとソビエト連邦が、交戦状態に入り、シベリア鉄道経由での貨物輸送が不可能になった。続く、日米海戦により、 東京シーメンスはほとんど全部の製品を国産化することとなった。この時期の納入実績としては、シーメンス水素電解層の住友電機工業、日本カーバイド工業、金が淵知宝石等への供給、低信商への大型短波放送設備の納入などがある。戦争が続く中で資材の獲得が困難となり、戦時中は保守業務が中心となった。筆頭はドイツ銀行。 以下は、OEM 先など、ありがとうございます。